武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年山梨大学の理系数学の勉強方法について話していきたいと思います。山梨大学の理系数学、試験時間は120分間で、配点は250点満点の試験となっています。大問構成は全部で4題出題されています。山梨大学の理系数学の特徴は大きく分けて2つあります。1つ目は、大問の前半の小問が優しく、後半の小問の難易度が高いということです。なので、各大問の括弧1はかなり基礎的な内容が問われています。括弧1で、括弧1の小問を落とすことがないよう、ここは絶対に点数を取りこぼしたくない部分になるので、そこは、点数を死守するようにしてください。で、後半の小問も前半の小問を利用して解く形になります。うまく、大問ごとに誘導に乗りながら、一番最後の小問までたどり着けるよう、工夫をしていってください。で、もう一つ大きな特徴がありまして、証明問題の出題が多いという点です。2017年の実際の入試問題では2題証明問題が出題されていました。証明問題は数学的事象を日本語で、記述で説明していく形式になります。論述力が非常に求められる問題となっていますので、そのあたりもまた、個別に対策をしていきましょう。証明の、ね、ポイントは、この後参考書の名前を出しながら説明をしていくので、そちらを必ず、対策していくようにしてください。今から話す具体的な、山梨大学の理系数学の対策方法は、まず最初に基礎問題成功 1A2B3 を固めてください。ここの基礎の部分を徹底的に固めていかないと、先ほど話した大問の一番最初の小問が解けません。ここは、基礎を盤石に固めることで解ける部分となっていますので、徹底的に基礎を固めていくようにしてください。その後センター試験の対策を行い、最終的には国公立標準問題集キャンパスの数学 1A2B 数学3に取り組んでください。この2冊は実際の国公立大学の、過去問を扱った問題集となっています。で、山梨大学をはじめ、国公立大学では証明問題、記述で数学を説明する問題が、多数出てますので、それも国キャンパスの中に含まれています。そういった証明問題が出たときは、山梨大学でも出るかもしれないということを念頭に置きつつ、実際にしっかり回答していくようにしてください。で、記述で足りないポイントはキャンパスの回答解説に書いてあります。自分の答案とキャンパスの答案を見比べ、自分の記述で不足はないか、数学的におかしな部分はないかというのを、その度検証するようにしていってください。最後は過去問演習の中で120分間で4題の問題を解き切るトレーニングを行っていきましょう。今回は以上です。